私は9000回以上シュートを外し、300試合に敗れた。決勝シュートを任されて26回も外した。人生で何度も何度も失敗してきた。だから私は成功したんだ。マイケル・ジョーダン。10本連続でシュートを外しても僕はためらわない。次の1本が成功すれば、それは100本連続で成功する最初の1本目かもしれないだろう。私たちにその夢を追う勇気があれば、全ての夢は実現する。ウォルト・ディズニー。私たちの最大の弱点は諦めることにある。成功するのに最も確実な方法は、常にもう1回だけ試してみることだ。トーマス・エジソン。挫折は過程。最後に成功すれば挫折は過程に変わる。だから成功するまで諦めないだけ。本田圭佑。昔を振り返るのはここでやめにしよう。大切なのは明日何が起きるかだ。スティーブ・ジョブズ。嫌なことはその日のうちに忘れろ。自分でどうにもならんのにくよくよするのはアホだ。田中角栄。できると思えばできる、できないと思えばできない。これは揺るぎない絶対的な法則である。パブロ・ピカソ。努力せずに何かできるようになる人のことを天才というのなら、僕はそうじゃない。努力した結果、何かができるようになる人のことを天才というのなら、僕はそうだと思う。人が僕のことを努力もせずに打てるんだと思うなら、それは間違いです。一郎。結果が出ないとき、どういう自分でいられるか。決して諦めない姿勢が何かを生み出すきっかけを作る。自分の運命は自分でコントロールすべきだ。さもないと誰かにコントロールされてしまう。ジャック・ウェルチ。失敗はそれを認める勇気さえあればいつでも許されるものだ。ブルース・リー。失敗の根拠さえはっきりしていればいい。それは次につながるから。野村克也。不成功の 99% は言い訳ばかりをする習慣を持つ人から生まれてくる。ジョージ・ワシントン。人間は真面目に生きている限り、必ず不幸や苦しみが降りかかってくるものである。しかし、それを自分の運命として受け止め、辛抱強く我慢し、さらに積極的に力強くその運命と戦えば、いつかは必ず勝利するものである。ベートーベン。弱い負荷しか体験したことのない人間は、強い負荷に耐えられない。負に対する免疫を作るためにはどん底を恐れてはいけない。むしろどん底を共にすべきだ。室伏広治。失敗とはより賢く再挑戦するための良い機会である。真面目な失敗は何ら恥ではない。失敗を恐れる心の中にこそ恥辱は住む。ヘンリー・フォード。失敗の多くは成功するまでに諦めてしまうところに原因があるように思われる。最後の最後まで諦めてはいけないのである。松下幸之助。君には無理だよという人の言うことを聞いてはいけない。マジック・ジョンソン。どんなにスピードがなくてもサイズがなくても自分の限界を他人に決められたくない。ジョン・ストックトン。人生はどちらかです。勇気を持って挑むか、棒に振るか。ヘレン・ケラー。元気を出しなさい。今日の失敗ではなく、明日訪れるかもしれない成功について考えるのです。どうして自分を責めるんですか？他人がちゃんと必要な時に責めてくれるんだからいいじゃないですか。アインシュタイン。私たちの務めは成功ではない。失敗にも負けず、さらに進むことである。スティーブンソン。失敗しなくちゃ成功はしないわよ。ココ・シャネル。自分はここまでしかできないのかなと憶測だけで制限をかけてしまうのは無駄なことだと思います。大谷翔平。悔しい経験がないと嬉しい経験もない。私の最大の光栄は一度も失敗しないことではなく、倒れるごとに起きるところにある。本田宗一郎。人間、志を立てるのに遅すぎるということはない。スタンリー・ボールドウィン。成功を祝うのはいいが、もっと大切なのは失敗から学ぶことだ。ビル・ゲイツ。